サンフレッチェ広島ユースの田中亮です。スピードを生かしたキレのあるドリブルっていうのが武器で、まあゴール前とかだったら積極的にそのスピードとキレを生かしてドリブルで仕掛けていって、どんどん抜いて、まあゴールを決めるっていうのが自分の武器かなと思います。いいぞ、中入れちゃダメ。まあどっちかといえばストライカーっていうよりはチャンスメーカー、瞬間的な速さとか、あの間で受ける技術とかは高いんで、自信さえついて、あとフィジカル的なところがしっかりしてくれば十分やっていけるんじゃないかなと思います。この吉田はすごいサッカーに集中できる場所で、あの三谷寮もトレーニングルームとかあるし、一番はやっぱ仲間と一緒に過ごせるっていうのはすごいあのサッカーにも生きてるかなって思います。趣味は、まあ音楽聴く、あとはそのウィニングイレブンをチームメイトとこう対戦するっていうのは結構好きですね。やってますよく。超負けず嫌いなんで、あの自分が点取った時めっちゃ喜ぶんですけど、逆に人に点取られた時とか結構マジ何なんだよとか言ってめっちゃ悔しがってるんで、ちょっとこっちが喜びづらいっていう時はちょっとあります。かなりあのへこんでいらっしゃって、あのカトリー選手とか逆に、いや喜びづらい喜びづらいようにしてるわけじゃないですけど、ついついこうちょっと感情をあらわに、いやまあそうっす、ゲームの時はしちゃいますね。試合でスタメンで出ることがまず目標なんで、スタメンで出て自分のゴールでチームを勝たせれるような選手になりたいと思います。目標としている選手、もしくはこんな選手になりたいというのはありますか？移籍したんですけど、バルセロナにいたあのメッシ選手、自分 の, あのプレースタイルに似てて、やっぱそういうのは試合前とか動画とか見ますし、そういうのをやっぱ参考にしています。では将来的にはあのような、そうですね、一流の、世界一分バロンドール取るぐらいの選手になりたいと思います。